沖縄県那覇空港の滑走路からわずか500メートルしか離れていない瀬長島。周囲2キロに満たない小さな島です。瀬長島海火事テラスは沖縄県の瀬長島西海岸の傾斜地に展開される商業施設です。この施設は2015年夏にオープンし、今や年間来島者数330万人を超える沖縄ナンバー3の観光地として知られる人気スポットとなっています。真っ白なテラス、丘の斜面に小規模でモダンな約50の店舗が立ち並び、コバルトブルーの海とのコントラストはまるで南ヨーロッパのリゾート地を思わせる景観を醸し出しています。沖縄ならではの果物、野菜、地産メニューを中心にした飲食店、指輪や真珠などのアクセサリーの店、氷点下の世界が体験できるアイスバーなど、ここにしかない個性あふれるお店が瀬長島の絶景と融合する空間となっています。瀬長島海火事テラスはアイランドリゾートならではの魅力を満喫できる場所です。営業時間は朝の10時から夜の10時までで年中無休です。ゴールデンウィークから夏は特に多くの若者たちでにぎわいますが、午前中は人が少ないため撮影タイムとしておすすめです。